海上自衛隊の救難飛行艇 US2 は山口県の岩国航空基地にある第71航空隊に配備されているんですね。飛行艇の追随を一切許さないということになります。さあ、まもなくですよ。皆さんにその離着水のパフォーマンスをご覧いただきます。日本の飛行艇誕生から100年を迎える。これからも日本の海を守るために彼らは技を磨き続けるんです。さあご覧ください。そしてこの今速度はたったのですよ、100キロです。乗用車と同じような速度でゆっくりと着水モードに入ってきます。これだけのね、レースかつ早めギリギリの操縦ができるというのはテクニックもあるんですけど、この US のポテンシャルの高さを表しています。いやーすごいね。海上自衛隊の